皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではメンタル面を取り入れたトーナメントプロならではのレッスン動画や様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も始めましょう。はい、ここはロングホールだね。ロングホール。グリーン右に池があって、こっから計算していきますね。まあ、2オンできるかもしれへんと。407ってセンターまで書いてるから、まあ、400から直線でね。あ、直線か。直線で、多分こういったら多分500何本あると思うけど。はいはい。このカートまで26なのか。だからまあ思い切って、まあ左の OB、怖がらずに左の OB の上打ってったら、まあ、こうご褒美がありそうな感じですね。はいはい。あ、こんなもできる。右バンカー手前で230。あ、超えるぐらい打ってくんかな。ちょっと行ってみましょうか。はい。ボタンだ。僕ドライバーで。U とかいや。あ、スプーン。ドラッとスプーン。全員持ってこう。ティーグラウンドから見て。ほっ。やっぱあれやな。ちょっと全然ちゃうな。思ってたんと。やるね。狭いね。狭く見えるね。まあ狭いけど。四角の罠を使ってくるね、ポンヘギ。ポンヘギやりますね。まあ見た感じ、こう、左はすごい圧迫ありますね。はい。やっぱり。で、右がかなり広々見えるっすね。うん、で、あの右バンカーまで200。ここからやったら40ちょいぐらいあるんかな。40ちょいぐらいだから結局30。はい。迷いますね。まあ、左は多分、ドライバーで行ったら結構広いんでしょうけど、まあ初見でやることじゃないなと。はい、やしまだ3番ホールというで、パー5なんでついつい、まあ飛ばし屋の方とかやったら、ね、行きがち。はいはい。ただまあまだかなと。はい。でなんなら別に刻んで真ん中置いとったらまだ狙えるかもしれないですし、はいはい、まあ、そこはちょっと一旦冷静になって、ね、パー5だからこうブンブンドライバー打つんじゃなくて、はいはい、ちょっと冷静になっていきましょう。いいですね、今の冷静になれと。確かに冷静、俺も冷静になってなかった。危ない、ドライバー言っとった。230であのバンカーでしょ、はい、で上げなんで、まあ別にあのバンカー入ってもいいかなって感じですね。はいはい。まあ最悪打てなくても3オンできますもんね。はい。だからもう鉄塔狙いですね。はい。この2U で鉄塔狙いで真ん中行ったら、まあ、ワンチャン2オンもいけるんちゃうかな。ボールなかった。刺身さん的に注意するのは左っすか。左ですね、やっぱり左ですけど右向きすぎないように。はいはい。私も言ったんですけど、狙いどころはちゃんと、はい、定めてね。左 A からって右ただ単にいっぱい向くんじゃなくて、しっかりヘッドを向いてあげる。あと別に逃げてもいいんだよね、別に。はいはい。ヘッドを狙いで、あ、でも右からではなさそうなんで。完璧。はい、ああ、いいとこいいとこ。フェアウェイ置けました。あざす。さあ、ボンチワは一応ね、クラブ全員持ってきました。僕らウッド系全員。お、男だね。これこっからフェアウェイのボールって見えるんかな。僕のボールがね、あ、見えるわ。ちょっと申し訳ないんだけど、ここ刺身と。いいっすよいいっすよ。さすがにこれダメでしょ。今ちょっと動画的なこと考えちゃったんですけど。ああ、はい。ちょっと一緒でいいっすか。いや、もうこれ僕らの動画はこういう系にしましょう。そんなのガッチガチやけど、これちょっと打ちにくいっすよね。刺身さん鉄塔フェード目で鉄塔なんですけど、僕は逆にちょっと右からこうグーッと回ってきて、まあ、最悪バンカーのちょっと右ぐらいでもはいはいはい、いいかなと思って、2U で。お、俺より刻むな。僕やったらバンカー届かない。狙い目がちょっとわからないというか、狭すぎて、うん、ちょっとドライバー、この浅い3ホール目では持てないから。なるほど。しかもまだ慣れてないしね、ドライバー。2U で行きます。はい。しょー。完璧。やっぱ右が広いコースは強いな。オッケーオッケー、完璧や。回し蹴りが得意。あぞ。まあ、皆さんね、もうほんまにマイゴルフは結果主義なんで。OB、そう、OB 出したら意味ないんだね。ドライバー打っとったら終わってたな、多分。終わってたな。
今の冷静になれたな。なりましたね。刺身がちょっと冷静になってねっていう言葉がなかったらドライバー言ってました、ね、だって僕ドライバーしか持ってくる気なかったからドライバーって言ってたもんね刺身が全部持ってきてくれたから。そうなんですよ、泳ぎなんか打ったら元も子もないんでね。で余計その80代からこう70代行こうとしてる人とか、やっぱ90代から80代行こうとしてる人とかって絶対OB打っちゃダメなんですよ。やし僕らが今これ一応パーをパーとバーディーをこう計算しながらやってるんですけども、自分のスコアに当ててね、こう、うん、例えば目標をボギーにしてる人やったら、はいはいはい、例えばトリプル打たないようにとか、はい、ダボを目標にしてる人やったら9打たないようにとかね、はいはいはい、みたいな感じで自分なりにこう、うん、考え方変えてやってます。やっぱ行き過ぎたらあかんねん。右も怖い、狭いね。狭いっすね。あ、よかったよかった。ほら左こんなんで、ね、結構やばかったですね。左たとえこのゾーンに行けたとしても、ね、結局刻まなあかんから、ね、手考えたらよかったですね。これで完璧ですね、はい、で残り225ヤード。225ワンチャン、ね、俺はいけるな。さあ刺身ボール、これでボンちゃんかこの右のフェアウェイ見ようか距離。こうあれやね、トリッキーやな。トリッキーやね。どこまで見る？あの右の木まで見ようか。皆さんちょっと説明するわ。これね、このバンカー、まあこれピンこっちなんですけど、左ね、左なんですけど、このゼブラポール、真ん中のゼブラポールまで181で、右のこの日本木まで196。まあ理想はこのゼブラポールに刻む感じかな。はい、で多分エッジまで250ぐらいやったっすね。うん、なんでまあ自分の好きな距離、うん、100前後、はい、まあまあ56でフルショットか、まあ52度とかで打てる距離を残したいんで、はい、8で、はい、8で105、60打って、まあ残りが100ぐらい、なるほど、なるようにちょっと打っていきます。あの日本木ぐらいのちょっと左、そうやな、狙いにバンカー狙いぐらいか、はい、まあ8番やったらバンカー絶対届かないんでね。そうですね。うん、ちょっと引っかかったかな。ちゃんとフェアウェイのこれ、お多分フェアウェイやと思うけど、もうちょい飛ばしてもよかったって感じかな、うん、まあ、まあまあ大丈夫っしょ。さあ僕はこの景色見たらちょっと狙いにくいな、さすがに。見に行きましょうか。うわぁ、なるほどね、こうやって、はい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 、皆さんこんな感じっすわ。まだここめちゃめちゃ、僕はあそこなんですけど、ボールここ来てもまだピンが見えないと。で、あの池の左なんで、これはさすがに無理やな。僕もボンちゃんと同じセオリーで、あんま上がらないな。いや上がらんし、あそこまで行ってもピン見えん。あ、そうなの。あそこ行ってもまだ池の左とか見えてるから、めちゃめちゃ多分距離全然ないと思うんですけど。ないですけど、あの木の見えないところですね、なかなか勇気ない。はい、でこれちょっと動画で分かりにくいですけど、左足下がりなんでね、まあ、ゼブラポールまで162なんで、はい、もうゼブラポールにしっかり刻みに行きたいなと。ゼブラポールまでの距離、あのポールね、はい、これじゃない、はい、やり足下がりなんで、まあ球は吹かないもんなんで、クラブは8番で、8で、完璧、ゼブラポール行きましたね。うん、ナイスです。あざす、砂もらう。あんな左から見えんかったよね、ピン。やばい、あの端っこ行っても見えへんからこれなかったら面白いな、グリーン。え、あれないぞみたいな、何を一生懸命回っとったさあ、ボンちゃんはこのなんかちょっとフェアウェイですけど、ちょっと荒れてるとこ、荒れてるまでもいかない、ちょっと左足下がりっすね、はい、あ、ピン見えた。これは狙っていかれへんわ、さすがに。まあまあエグいな、結構食い込んでるね。うん、119通報しないでくださいね119の左足下がりなんで、ちょっとロフト立つんで、はい、ポンと飛ぶ、ボールが飛ぶことがあるんで、はい、まあ、115ぐらいのクラブなんですけど、フルがアプローチ、あ、51
5位置だからピッタしかなと、あのピン奥にだけ外さないように、はい、で見た感じ右奥ぐらいまで池が来てるんで、はいはい、やっぱどうしても弱いクラブで、はい、打ちたいなと思います。がっつりでかいクラブやとね、うん、怖いっちゃうんで、ピンの少し左目狙い、はい、あー宣言通りやな、オッケー、はい、おーやっぱ戻るな今日は、柔らかいね、はいこんな感じで、はい、風もちょっと右から来とったんかな、来てますね、うん、こっちはひどいんやね、こっちから見たらひどい、ボンヘギー四角の罠めっちゃ使ってくるの、107ヤード、まあ、僕はもうボンちゃんよりは、はい、右の池は気にならないんで、そうですね、まあ、フェーダーやしね、でまあここまで刻めたっていうこともでかいね、107やけどちょっと右からの上げかな、こういう時雲見るんですけど、はい、右からの上げっぽいんで、ただもうここはがっつり狙いたいと思います、はい、ピンからフェードでちょうどいいんだから、はい、風とぶつかってます、まあ115ぐらい打つ感じかな、狙える距離まで来たと、おお、ナイスか、戻りすぎやな、ちょっと戻ってるか、まあまあええか、まあでもいいとこやね、いやちょっと体が裂けたね、はい、池をやっぱ多少気になりますよね、ぐーっ、あのピン手前のが俺や、はいはい、あれでも奥行きましたもんね、一回一回奥行って帰ってきた、やっぱちょっとグリーンやばいから戻ってきましたね、まあ連日雨なんでね、はいはいはい、皆さんこんな感じでした、これピンの奥こんな感じですぐ池でした ね油断禁物っすね、これでよかったな、結果的にこれは大きなスライスラインですね、ちょっと下り目になるかな、若干ね、でもまあグリーン自体そんなめちゃくちゃ速くないんで、せやね、ちょっとたまには前から撮ってみようか、はい、横から撮る？ああ、登りスラですか？スラ。はい。よし。スラで登り。あ、ちょっと強かった。登ってるよりは重くないと。こういうのをやってダメかな。これは向こう。ピンが傾いてるんで抜きます、うん、ナイス、よっしゃ、狙った、気持ちよく狙いすぎましたね4番ホール、うわ、もうマネジメントせんでいいかな、うん、グリーンの傾斜だけ、やっぱ奥から手前に向けてますね、クラブは168、8番で、はい、フォローよな、多分フォロー、いや、ちょっと派手かもしれない、7で行きます、はい、7、あれで、175ぐらいイメージして打ちます、ちょっと上げてるんで、うん、6カルで、はい、ナイスモルちゃん、うまい、うん、まあグリーン左が広いんで、お、ちょっとでかいな、ちょっとオーバーしました、ダメだね、うん、まあしゃあないな、
上げてると思ってたもんね。上げてる思ってたけど、上げてあんまりか。うん。さあ、ボンちゃんもでも、そんな悪ないな。ボンちゃんも、ボンちゃんも、距離別にそんなでかなかったよ。そうだね。さあ、まあ、これは楽。うん、いったね。クッションはここらぐらい出たいと思います。そんなに、はい、ポーンと行くと思います。あ、ほんま滑り台みたいになってるんで。確かに結構下ってますね。ここからボールで、はい、うまい、入れ、うまい、入れ、おい、やった、やったはい、おーい、やったやったやったアプローチイップスの人見た俺が入れたよ、1年越しに。マジ1年前見て、片手やから片手でうまくいってなかったからね片手でうまくいってない人だ。ナイス、両手でうまくいくという当たり前のことなんやけどえ、乗り越えたやっぱ壁って乗り越えるためにあるんやな。いいこと言うね一個と一個入れただけで越えれない壁なんてなかったんや。かっこいい名言ばっか言う。誰か言うてるやろ多分、絶対この名言。それはあのちょっと成功したいと言ってたちょっと成功したいとか言ってた。ダサダサいわ。でその後堕落するやつめっちゃあかんやつやん。さあ逆に俺がなんかプレッシャーちょっと感じるな、まあ、勝負はしてないとは言う、はあ、意識しますよね。ちょいフックこれかな。まあこれでなんかしない。来たね。入ったよ。なんか入れ返す癖ついてる。ついてるな。バーディー取られた、取り返す癖ついた。あのピンクの鳥のおかげで。フラミンゴのおかげで。恐ろしい癖ついたな。いやー、やっぱあれ入れんかったら25ペナかもしれない。やっぱ入れとかないと。でも攻め方的には完全刺身の。攻め方だよね。安全やね。うん。まあでもアプローチもあえてこう冷静な判断ができれば、はい、大丈夫でしょ。いや、ナイスバーディーでした。あざーす。まあまあもう。クセ強っ。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。待て。あ、あ、あ。